丹波道主名は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書記では、丹波道主名、丹波道主王、古事記では、丹波彦忠、住地のお境各王彦忠す、道の牛の御子と表記される。第九代開花天皇の皇孫で、第十二代、慶光天皇の外祖父である。四、道将軍の一人で、丹波に派遣されたという。日本書記に基づく関係経図。 日本初期、水人天皇城によれば、丹波道主名は、第九代開花天皇皇孫である。父は、開花天皇巫女の彦座王とするが、開花天皇の別巫女である彦湯さん住み命を父と、する別伝も掲げている。古事記開花天皇団では、父は、彦座王、母は天音の御影神の女の沖きが水姫娘で、あるという。また、同母定枚として、 水の保身は顔を、上大根王、水穂五百位姫、追津姫の記載が見える。内上大根王は、仙台旧寺本義では身の前国の宮津子の祖であるという。祭祀に関しては、日本初期では、妻の記載はなく、子に、ひばす姫、帝王殿慶入姫、新都屋姫、あざみ慶入姫、鷹の姫がいるという。古事記では、 開花天皇団では妻を丹波の川上幸馬、ま、周囲ら詰めとしてこう、ひばしゅ姫命、新戸屋姫命、音姫命、朝廷別王とする記載が見えるほか、水人天皇女団では、子として、氷宇宙姫命、沼羽田のいる姫命、あじゃびのいる姫命、公団では、子として、ひばしゅ姫命、音姫命、歌しこり姫命、縁屋姫命の記載が見える。 日本初期、辻人天皇十年九月九日上では、丹波道主名を丹波に派遣するとあり、同書では、北陸に派遣された大彦命、東海に派遣された部、定下は別、聖堂に派遣された、木光彦の命と共に、四道将軍と総称されている。その後、将軍らは、辻人天皇十年十月二十二日に出発し、辻人天皇十一年四月二十八日に平定を、 報告した。また、同書水人天皇5年10月上によると、皇后の京歩姫命が、兄の京歩飛行の謀反にあたって自殺する直前、天皇に丹波道主名の女5人を皇宮に入れることを、進言した。その後5人の内鷹の姫は本国に返されたが、日バス姫命は、ご皇后となり、慶光天皇や山和姫命らを生んだという。一方、古事記では、 丹波に派遣されたのは丹波堂主名ではなく父の彦座を落とし、自責に関する記載はない。雲武両母参考地丹波堂主名に関して、宮内庁による事情簿はない。ただし、兵庫県丹波笹山市東本城にある宮内庁の雲武両母参考地では丹波堂主名が、非相候補者に想定されている。遺跡名は、雲武車塚古墳。墳丘町。 約140メートルで、丹波地方では、最大規模の前方公園墳である。京都府京丹後市の久美浜にある神谷立府神社では、丹波道守名が祭人として祀られており、かつて丹波道守名が履いた、宝剣、国見の剣を祀ったと伝える。また、その剣名から、国見、久美となり、久美の港、久美の建国、久美の浜などの地名が生じたとも伝える。 原点出店、ありがとうございます。